はい、どうぞ。金縛りの、うん、あ、ちょっと待って、はい、ヘルミがうんこしてる。うんこ、うんこるみ。はい、じゃあお願いします。ヘルミがうんこしてるから知っててください。うんこるみ。ヘルミちゃんがうんちをしました。道理でさっきちょっとふわっと匂ったと思ったんだよな。お袋さんに洗濯をお願いします。申し訳ない。運がつくらしいですよ。運がつく。はい、何ですか質問。はい、金縛りの、原理というか、うん、法則というか、どういう風に金縛りが行われてるかっていうか、幽霊が例えば目に見えてないけど、一生懸命かかとこうやってグワーッて押さえてんのか、それとも幽霊がなんか超常現象的なこうやって動かしてんのかっていうのって実際知らないなと思って。金縛りに合うとかあるじゃないですか。なるほど。金縛りは大前提として、99.9% は肉体と精神の疲労、要は眠ってる時の脳みそのリズムと眠ってない時の脳みそのリズムって全然違うのよ。うん、その一日中起きてると脳みそ休めたいっていう風になるから、いわゆる機械でいうところのスイッチをプツンって切ってる状態なの。だからスイッチを切ってる状態で体だけが起きちゃったりすると、体が言うこと聞かなくなってガーッと動かなくなったりとかするしっていう、睡眠リズムと体のリズムがずれると、固まる時がある。これがほぼ全部、もう怪奇現象、怪奇現象というか金縛りのほぼ全てがこれです。じゃあもう幽霊的な現象じゃないってことなの？で、幽霊的な現象の時もあるにはあるんですけど、これはどういうことかというと、原理は今のと一緒で、肉体と精神に乖離が出るから言うこと聞かなくなるんですよ。はい、例えば脳みそは起きてるけど体は寝てる状態だから、あれっていう風になって動かないとか、逆もしかりですね。脳みそは寝てる状態だけど体だけ起きちゃってるからずれてるから動かないみたいなことで、じゃあ心霊的なことになるとどうなるかっていうと、脳みそが他の人の思考回路に乗っ取られてると思えばいいです。だ、亡くなってる人がスッと入ってきました、その人の思考回路に頭がプンって切り替わると、自分の体と脳みその中を支配してる意識っていうのが別の人になっちゃうんで、言うこと聞かなくなっちゃうんですよ。で、あれおかしいなっていう風になるし、プラス、実際にいるかどうかは別として、確実に目の前とか自分の後ろとか真横に誰かがいる気配がします。おー、あ、今振り返ったら誰かいるなってなったりとか、まあ、目の前に何かが立ってたりとか、ずっとここに何か顔が近づくような気配がしたりとかっていう風な感じがするんで、心霊現象かなっていう風なのが、定義づけられるとしたら、自分じゃない誰かの気配がする、これが、まあ、いわゆる心霊現象の金縛りだと思ってもらえればいいんですけど、まあ、ほぼ全ての金縛り経験者の人はこれがないです。なんかなんですけど、まあでもそれを経験した人たちは、まあ、心霊的な金縛りなんじゃないかなというふうには思いますな。なんかでも怖いですね、それ。別の人に脳を乗っ取られてるみたいなのって。よくなんか、はい、金縛りで多い話って、自分が自分を見てるって多くないですか？それは幽体離脱に近いかもしれないですね。それはちょっと違うんですね。幽体離脱は僕動画も出そうと思ってるんですけど、いまいちちょっと説明つけるのが難しいんですよね。幽体離脱って心霊的な原理で説明しようとすると、いわゆる死んでるんですよね。まあ、よく言いますよね。なんかそのちょっと事故にあった時に、抜けたとか、はい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 、とかあるんですけど、死んでる状態だとすると、幽体離脱中って心停止してないとおかしいんですよ、はいはいはい、心臓がピーって止まってる状態じゃないとおかしいんですけど、ってことはないので、あんまり僕の中でもまだ整理がついてないんですよね。でも幽体離脱と金縛りはちょっと違うかもしれないですね。ね、ザタチさんのね、幽体離脱ありますよね。へーかなというふうに思います。ちょっとごめんなさい、中途半端になっちゃって。いえいえ。